おとといの暴風はかなり激しいもので、雨も結構降りましたし、風もだいぶ吹いたので、ここの大きなタイベジタブルバナナ苗が出来して、昨日は結構傾いたなと思っていたんですが、今日来てみたらもう完全に倒伏という感じですね。まあこれ自体はしょうがないんですが、その下のコンクリート区画で出来開花結実して、もうちょっと置いたら収穫しようかなと思っていたのを巻き添えにして、二株ともフェンスにぶつかって向こうに放置されている梅畑の方に倒れ込んでいますね。まあ これは最初からダメだと思っていたんです。あまりにも遅い出来でしたから、まあ、こちらの小株を次の親株にと思ってて、これは大丈夫ですね。問題はこれじゃなく、まあその下の区画は、これはボリビアバナナで、なんとかかんとか中心を外れて倒れ込まれたので、まあこれは大丈夫でしょう。あ、中心を5センチ以内、4センチ前後外れただけでしたから危なかったですがね。まあ、こちらにもボリビアバナナが植わっているんですが、問題は収穫しようと思っていたタイベジタブルバナナの上にもっと大きな苗が倒れてきたので、下の方で結実していた株がこのフェンスにぶつかって、フェンスのところでちょっとへし折れた格好になっているんですよね。まあここから花房が見えますね。まあこれは結構段数もついていて、遅めの出来でしたが、まあまあ膨らんできたなぁと思っていたんですね。もうちょっと置いておきたかったんですが、これは、まあ、そこでこんな感じに、こんな感じに、へし折れていますので、もう収穫するより他ないでしょうね。問題はといったのは、この今株を移した株の両脇に、まあ結構大きな小株が2本出ていて、それらもちょっと土からめくれかかっていますね。これは親株を収穫して切断して戻してやることはできると思うんですがね。一本だけ残してそれを次の親株にして、もう一本は家計カットバックして他に移植するかどうかですね。これはまあシャチには利点もあるんですが、大雨が降って
地面が緩んで、そこに強風ですね、突風が吹き込むと、株をぶら下げている場合にはこういう倒伏の危険性があるということですね。それからそちらの方に目をやったら、あれはホウウトですね。ホウウトもだいぶ倒れ込んできていますから、これももう収穫しないといけないですね。まあクリスマスイブのホウウト収穫ですね。さて、このタイベジタブルの始末から始めましょう。まず上の方から倒れ込んだタイベジタブルバナナで、出来ほどない親株を切断したんですね。まあこの辺に切断した家系が転がっています。それでその下で結実していった別の株なんですが、これは一人でやろうと思うと、もう切断して下に落とすより他ないなと思って切断はしたんですが、葉身が放置されている梅の木の枝に引っかかって下までは落っこちてないので、これから下の方に回り込んで降りていって、引きずり下ろして果軸をカットして収穫してくるより他ないですね、これは。ちょっとぐるっと回って下に行ってみようと思います。上の方からぐるっと回って、ここに来て、あれこれ処理して、まあ、これは収穫品なんですが、なんとかなるかもしれませんが、ちょっと怪しいですね。もう2週間も置ければよかったんですがね。こちらが先についていた雄花で、こちらの大きなバナナハートは、まあ収穫どころか開花前に暴風に倒されてしまったということですね。この花苞の大きさからして、タイミングさえ良ければこれは相当な収穫を見込めたのではないかと思いますがね。まあいかんせん5ヶ月あるいは4ヶ月は出来がずれ込んだということで、どうしようもないですね。さて、収穫物だけ持ってまた上に行って、ここからはちょっと見えにくいですね。ホウトを収穫しなきゃいけないですね。そちらに開花結実を始めたところのもう一株のタイベジタブルバナナがあるんですがね、あれももうタイミングは全然合いませんから、いずれ切断しなきゃないですね。